家計相談30年、心が軽くなるお金の魔法がモットーのファイナンシャルプランナー羽玉順子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は羽玉さんとともに親の介護の問題について考えていきたいと思います。はい、阿部さん、はい、親の介護についてどうでしょう。考えたことありますか。ちょっと僕2個上の兄貴がいるんですけど、ちょっとこの間話したことがあるんですけど、はい、まあ俺が長男だから俺がするよとは言ってる。まあ実家にもちょっといるんですけど、はい、そうなってその時にちょっと考えたことがありました。ね、はい、だんだんこうした問題も考えないといけなくなってくるかなと思うんですが、皆さんにちょっと見ていただきたいデータがあるんです。はい、こちら平均寿命なんですが、男性がおよそ81歳、女性がおよそ87歳となっています。そしてこれに加えてもう一つ実は寿命があるんですよね。それが健康寿命。健康の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間となっていて、この健康寿命、男性はおよそ72歳、女性はおよそ75歳ということで、平均寿命に比べるとずいぶん若くなっていますよね。私の親がまさにこの健康寿命の世代になっています。そうですか。で、この平均寿命と健康寿命の差、この差が介護が必要になる期間と言われているんです。はい、こうしてみると結構長いですよね。長いですね。10年近くあるわけですね。はい、しかもこの介護は突然やってくるケースが非常に多いということなんです。はい、なんかこう介護になるというとどうしてもこう認知症が進んで介護状態にというイメージが大きいんですが、実は一番大きな65歳以上で介護が必要になった主な原因、突発的なものが 32.7% なんですね。内訳としては脳血管疾患だったり骨折や転倒ということが原因で、倒れてしまい入院をして、そこから介護状態になっていくということが思った以上に多いということなんですね。で、また現代ならではの問題もここに今加わってきてるんですよね。そうですね。子世代の問題なんですが、晩婚化が進んでいますので、働き盛りの時に介護に直面してしまったり、場合によっては子育てと介護のダブルケアになってしまったり、またどうしても兄弟が少ないという問題も出ていますので、お一人に非常にこう介護の負担が集中したりということも子世代の問題として出てきているんです。ね、町の皆さんは一体この介護の問題についてどう考えているのか、町の皆さんにも聞いてきました。もう母も父ももう90、80代なので、自分が体力をつけておかないとというんで全く運動はしなかったんですが、体力をつけることを始めました。介護の起こしてあげたりとか、専門的な資格ではないんですけれども、そういう講座には通ってみようかなっていうのは思ってます。幸い両親とも元気なのでちょっと先送り状態じゃないですけど、まだ今じゃないなって思いながら80代までは全然大丈夫だよねぐらいな感覚で結構いるので、考えないといけないなとは思いつつ、まだまだ大丈夫かなみたいな。父が2年前に亡くなってるんですけど、認知症だったので介護はだいぶ大変なことがありましたね。そういうことが来るってこう想像をその前ってされてらっしゃいしてなかったです。もっと元気でいるとは思ってたので。特に同居していた母親に大きな負担がかかったそうです。結構母から泣きながら電話だったりとかもあったので、それ聞いてると結構こっちもありますね。なのでもっと事前にいろいろ制度とかその行政の支援、こういうのがあるっていうのは知ってた方が良かったなとは思います。やはり町でも突然やってきたという声があったんですが、そこにしっかり備えておくということが大切になってくるんですね。介護が必要になったらまず頼りたいのがこちら、公的介護保険です。阿部さん、この介護保険については、調べたりされたことありますか。介護保険ちょっと耳にはしたことはあるんですけど、詳しくて中身まではちょっと知っていない状態です。そうですよね。はい、今日はまずはこの公的介護保険とは何かについて押さえていきたいと思います。はい、公的介護保険ということなので、行政の行う介護保険なんですね。保険ですから保険料を支払い、その人が介護状態になれば、その介護サービスが受けられるという仕組みになっているんですが、じゃあ誰が入っているかというと、40歳以上の方、実は自動的に加入して保険料も負担することになってます。ちなみに65歳以上の方でしたら、毎月の全国平均の月額の介護保険料が現在6225円と、なかなかの金額そうですね。これ年金から引かれるということなんですが、1人当たりです。でしかも3年に1回介護保険料と見直しがあるんですが、前回からも 3.5% 増ということで、ちょっとだんだん高齢化とともに上がってきてるかなと。ただ保険料を払うということは、サービスが受けられるということですから、一定の介護状態と認定されて、介護サービスというのが受給することができます。で、介護状態が実は重たいほど、その一月に受けられるサービスの金額も多くなっているので、困っている方ほどたくさんサービスが受けられるという仕組みになってます。でさらにそのサービス費用の中の自己負担というのが、だいたい介護サービスの1割になってます。1割はありがたいんですが、その方の所得によっては2割負担の方、3割負担の方、高額な収入の方はこういった負担も大きくなっているという応分負担になっています。これが全体像の説明をしていただいたんですが、では実際に介護が必要になったら、私たちはどうすればいいんでしょうか。そうですね。そもそも介護になったよっていうことをお知らせないといけませんので、介護サービスを利用するということをしていただきたいんですが、じゃあまずどこに行けばいいのか。要介護の認定の申請をするために、一番身近なのは被保険者、介護を受けるご本人が住む市町村の窓口に行っていただきたいということです。そうすると担当の方が、審査をしてくるということで、認定の調査、どのぐらいの介護状態かなというのを調べていただけます。また主治医の意見書も添えて、この2つをもとに3番目ですが、どの程度の介護状態なのかという審査を判定いたします。でそこからその方に応じた要介護度が決定します。これ実は要介護度というのは、その重さによって7段階に分かれているんですが、まず要支援という軽いもの1、2、そして数字が増えるほど要介護度重たくなるんですが、要介護1から5までに分けて、判定されます。もしくはもちろん被害等という場合もあります。でここまでがですね、だいたい原則30日でやっていただけるというのが、流れになります。でこうして要介護度が決まったら、実際にその要介護度に応じて、使える金額の上限とも鑑みながら、ケアプランというのを作成して、専門家のケアマネージャーさんという人が、作成してくれます。そしてそのケアプランをもとに介護サービスの利用が開始になる。これがサービス利用の流れとなります。こう見ていくと具体的なサービス、ここから始まっていくと思うんですけど、どういうサービスがあるのかっていうのもちょっと気になりますね。そうですね。介護サービス、どんなものが受けられるのかなということで、介護サービスの種類を、どこで受けられるかによって3つに分けてみたんですが、まずは自宅で受けられる訪問介護です。ヘルパーさんなどがですね、自宅に来てくださって、身体の介護や生活援助などをしてくださるというものです。で2つ目、これデイサービスなどなんですが、施設に送迎などがあって、本人さんが赴いて、例えば入浴のサービスですとか、みんなでリクレーションをするといったような、その日帰りでのそのサービスっていうのが受けられたり、場合によってはショートステイというんですが、お泊まり介護というふうに何日かそちらでサービスを受けられるっていうものもあります。で、3つ目は施設介護ということで、施設に入所しての、介護を受けられる形です。特別養護老人ホームや老人保健施設などが、代表的なものですね。そうですね。安倍さん、このあたり、言葉は聞いたことあるかなと思うんですが、ここまで聞くと、じゃあ一体それぞれいくらかかるのと、先ほど1割負担ってありましたけど、実際にねどのぐらいかかるというのは非常に気になるところですね。そのいくらかかるのかというところが非常に気になりますよね。この後、羽玉さんに詳しく解説をしていただきます。一体どれだけかかると思いますか？どのぐらいでしょう。いや、先ほど安倍さんの話にもありましたが、介護には実際どれぐらいのお金がかかるんでしょうか、羽玉さん。はい。さっき自己負担1割と言ったんですが、この居宅サービスの1ヶ月あたりの介護サービスの利用限度額っていうのは、その介護の重さによって7段階あり、重たいほど1月に受けられる介護サービスの上限額というのが決まっていて、一番重たい要介護5で36万2170円ということなんですね。で、これの1割負担の方であれば、3万6000円程度が、自己負担の、上限になるということです。ただ自己負担を超えた上限を超えたものは、全額自己負担になってしまうという部分もあります。さらには市町村によってはその上限に対する補助もあるというふうに、きめ細かく決まっています。それぞれ1割負担が目安かなという感じですね。じゃあ実際在宅で介護をしていて、一体一月どのぐらいかかるのかというところなんですが、こちら在宅介護の平均は、約5万円毎月というふうに言われています。で、この内訳がこの介護サービス全員が重たい介護度のわけではないので、だいたい介護サービスで1万6000円程度。あとはおむつ代とかその介護サービス費自己負担以外の費用が3万4000円程度ということで、内訳が5万円がかかって介護に対するお金かなというところになります。街でインタビューしていても、やはりこのおむつ代などもバカにならないという声もあったんですよね。やはりこうしたものもプラスしての平均額、これが在宅の場合になります。そして次にこちらなんですが、施設にじゃあ入所した場合の自己負担の1ヶ月あたりの目安です。で、今回要介護5の場合で、見ていくんですが、施設サービス費、これ多床室という大部屋と個室によっても違うんですが、多床室の大部屋の場合でしたら、だいたい10万4200円くらいです。で、これなんでちょっと多いかなというと、施設入所の場合は、お部屋代の居住費、食費なども含まれているという部分です。また個室になるとその居住費がさらにかかってくるので、14万程度という形で、よりちょっと負担は大きくなるということですね。で、こちらの平均額が、広島県の民間も含めた有料老人ホームの相場なんですが、入居金が8万4000円程度、毎月は12万4000円程度というふうになっています。これ民間の施設も入った平均額になっているんですね。そうですね。これあくまで平均なので、その施設によってはもうバラバラの金額で、高いところはもちろん20万超えるって言ったところもありますね。で、これそれぞれ月々にかかるお金を見てきたんですが、これが一体いつまで続くのかというのも気になります。そうですね。これは介護その人によってバラバラなんですが、平均的にどのぐらい準備しておけばいいのかということで、介護費用がいくら必要かを試算してみました。居宅介護といわれる在宅の場合、だいたい5万円ぐらい月額かかっていましたので、1年間12ヶ月分をさらに5年間にとして、5年間で約300万円ぐらいで、施設に5年間入所したということで計算すると施設介護の場合は、個室入所という数字を使いました。月額14万かけ12ヶ月1年間分が5年続くと約840万という。そうですか。これ今子育て将来的にもいろいろ貯蓄を考えているところに、自分の介護もそうですし、親の介護もお金がやっぱり必要ですね。大負担になるですね。こういう話聞くと僕も必ずやっぱり予防しておかないとなっていう話を考えてしまうんですよね。このあたりがですよ、親のその年金で賄えればもちろんいいんですが、とはいえですよね。ちょっと皆さんそれぞれで親御さんの年金わからないかもしれないんですが、このあたりが賄えればそれでなんとかなる、でちょっと足りないなということでしたら、その差額分を原則はやはり親御さんの貯蓄、もしくはやはりお子さん同士でねちょっと出し合うっていうふうにちょっと心づもりをしておくと違うのかなと思います。とはいえね、物価も上がって日々の暮らしもあるじゃないですか。日々のやっぱりお金のこともそうですし、我々も介護にもし携わるとなった時にマンパワーの問題も含めてどうなのかっていうところもね、やっぱ必要ですよね。そうなんですよ。今介護離職という言葉もよく聞きますが、こちら2022年に介護・看護を理由に離職した人、これ全国で総務省統計局の調べによると 10.6 万人いるということなんですね。羽田さん、これ非常に深刻な問題かなとも思います。そうですね。介護離職をしてしまうと、それからご自身が親御さんの介護が終わった後に自分の生活がままならないっていうことにもなるので、国としてはできるだけ介護離職を防ぎたいというふうに対策をしています。でそこで、ぜひ知っておいていただきたいのが、介護制度に対する休業給付というものがあります。2本立てなんですが、まずは介護のお休みが取れる介護休業です。こちらは対象の介護をされる方1人につき3回まで取ることができて、通算で93日までお休みができるということです。さらにその休んでいる期間、お給料が出ないということですから、雇用保険の方から給付金が、出るということですね。でいくらかと言いますと、休業開始時の賃金の日額 67% 相当、ざっくり言うとお給料の大体3分の今までもらってたお給料の3分の2ぐらいが、休んでいる間のものが保証されるということです。でこれどうしても正社員の方しか取れないのかなっていうイメージがあるんですが、実は令和4年4月以降は制度改正によって正社員以外の方も使いやすくなってますので、パートだけどもしかして自分は使えるのかなって思われた方はぜひ一度確認をしていただければと思います。そうですね。こうしたことを知っておくというのも非常に大切ですね。でこの制度を利用して本当に時間とお金を確保してやっていただきたいのは、3ヶ月で介護が終わるわけではないので、介護サービスの手配をする、またはその介護を誰がどのように負担していくかというそのマンパワーのスケジュールをしていくということもこの時間で、ぜひやっていただきたいということですね。介護を必要とする人だけではなく、介護を担う家族を支える制度もあるんだよということを知っておきたいなと思いました。それでは羽田さん、最後に今日の金言をお願いします。はい、今日の金言はこちらです。介護は一人で抱えない。今は本当に行政のサービスもありますし、困った時に頼れる窓口っていうのもありますので、ぜひ一人で抱えないで、みんなで頑張るっていうふうに頭を切り替えていただくといいかなと思います。そうですね。子育てもそうかなと思うんですが、初めてのことだとなかなかやっぱり情報がない、知識がない、不安になる、その不安をやっぱり一人で抱えないということが安倍さん大切になってきます。ですね。この情報じゃあ今どこで知れるのかって言ったら、今このテレビ見た方もそうですけど、そうなると企業とかでもあらかじめいろんな制度があるっていうのをもう就職時とか、ことは年に1回の会議の時に出すとかいうふうな対策をすることも一つなのかなというのは今。聞いて感じました。常々こう何かに触れられて、あ、そういうのがあったなっていうことをやっぱり知っておくだけでも違いますよね、慌て方というところもね。まずはそれぞれのお住まいの自治体の窓口に相談ということなんですが、いざという時に慌てないためにもしっかり備えておきたいですね。波多間さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。